任化住は、新末、中華民国の政治家、教育家、学者、紀州省における立憲派の政治家、後に雲南派に属し、五国戦争の発動にも関与した。旧名は、文化苗、字は、志清。号は、福部僧。1902年、里見に合格し、翌年、内閣中書に採用された。その後、故郷に戻り、 新式教育機関の設立に尽力する。奇襲管立師範練習所、奇襲通り所公立中学堂、悠久師範選科県軍法制学堂などを創立し、任自身も教鞭を振るった。1907年、奇襲見学総会会長に就任した。政治的には立憲派の立場を取る。1909年10月、奇襲県政予備会を設立して、 任が会長となる。また、憲法、奇襲広報などの新聞を発行し、世論喚起に努めた。しかし、革命派のバーリ百輪らが率いる奇襲自治学者とは対立、構想を繰り広げた。1911年11月、奇襲省内の革命派と新軍が革命を起こそうと、すると、任ら立憲派もやむなく、これに加わった。11月4日、 奇襲侵害革命が成功し、大男奇襲軍政府が成立すると、任は、枢密院副委員長に任命された。しかし、忍羅立憲派と、竜憲、与羅旧軍の集団と、バリ百輪羅革命派と、洋、誠羅新軍の集団とは、依然として対立が存在し、構想も繰り広げていた。その際に、忍羅は、雲南省のサイツは、東津義行に救援を求めた。 1912年3月、東大次行が天軍を率いて、紀王に入り、紀州の革命派と新軍を粛清した。東が、雲南都督に就任すると、任霞は三三県秘書長に任命された。その後、県東観察し、約法会議議員、陳縁動員を歴任した。1914年8月、東が都督を務める雲南に移り、雲南巡安氏に昇進した。 1915年、遠征外が皇帝即位を目論むようになると、任霞は初期は遠を支持する動きを見せた。しかし間もなく当次行業と共に、これを阻止する方向に転じる。まず任は個人名義で遠に電報を送り、皇帝即位を監視しようとした。その後、蔡津葉が雲南入りし、12月25日、蔡東羅が五国戦争の活動を宣言すると、任も、 その宣言に名を連ねた。翌1916年3月、五国戦争で追い詰められた、遠政外は皇帝即位を取り消し、6月に死去した。7月、任霞は霊元広市から、雲南省庁に任命された。しかし任が当初は縁を支持していたことを理由として、天軍軍人が連名でこれを拒否した。そのため、任はやむなく、職を辞し、奇襲へ引き返した。 これ以降も、奇襲省内の各派閥から任霞を擁立する動きがあったが、任はもはや政治闘争に巻き込まれることを望まなかった。奇襲通知局を主管して、奇襲通志を編纂することに専念した。1926年6月、北京政府の森鈴系内閣により、教育総長に招聘され、これを半年間務めている。 国民政府時代の1935年8月に全国禁煙委員会委員、1937年に運気観察士もそれぞれ務めた。1946年、任霞は昆明で脳一血により死去した。去年68、ありがとうございます。